久々の合コンだからさ、気合い入れてメイクしてたら遅くなったわよ。悪い悪い。だそんなことよりさ、今日の合コン可愛い子揃ってんだろうな。おい、え、いやお前合コンだぞ。お前顔が全てだろ。いや性格なんかどうだっていいわ。顔顔合コン顔重視闘魂三重視。あれ女の子来たんじゃない。どうも初めまして。じゃあ早速僕から自己紹介したいと思います。僕の名前はグレートムタって言います。よろしくお願いします。こう見えて自動車学校で先生やってますね。え、意外でしょ。見えないでしょ。よく言われんだよね。でもね、結構長くやってんだよね。24の頃に始めたからもう10年になるね。教習歴超修理期で、こいつが井上って言います。こいつんちめちゃくちゃ金持ちなんだよ。家もすげえ立派でさ、玄関広いし天山広よし。あやめちゃんはさ、お仕事何やってんの？え、アイドルやってんの？え、すごいじゃん。じゃあさ、オーディションとか受けたりすんの？あ、オーディション受けるけど基準が厳しくてなかなか大変なんだ。そっかー、なかなか難しいんだね。そっかそっかそっかー、審査基準ねー、審査基準人生。あやめちゃんさ、趣味とかないの？バッティングセンターはめちゃくちゃいいじゃん。うわ、俺も久々に行ってスカッとしたいな。スコットしたいな。みおちゃんはさ、なんか趣味とかないの？ウォーキング。だからそんなスリムなんだ。そっかそっかそっか。え、どれぐらい歩くの？5キロも歩くの？え、すごくない？女の子で5キロでしょ。歩く方じゃん、ハルクホーガン。こいつの趣味？こいつの趣味化石集めなんだよ。気持ち悪いよね。いや出さなくていい、出さなくていいよ。お前ちょっとごめんね。お前さ、どこの世界に合コンで化石出されて喜ぶ女の子いんだよな。いるわけねえだろ。勘弁してよ。ほんとお前はもう少し世の中しろ、腰中しろ。ごめんね、なんか変な空気にしちゃって。もう俺からも謝るわ。すまん、反省、スタン反省。お、どうしたいの上。化石で指切った。何やってんだよ。もう仕方ねえ、ちょっと待ってろ。あれ、カットマンねえな。ビッグバンベイダー。え、みんな帰りの電車大丈夫？ちょっと調べるね。うわ、もうすぐ最終来ちゃう。え、もうそんな時間かよ。急ごう急ごう。いやーマジかー、終電3分前か。重心さんじゃないか。お、どうした？え、店に化石忘れてきた。何やってんだよ。もうちょっと待ってろ、電話かけてやっから。あ、もしもし、すいません、あのお店に忘れ物してしまいまして。はい、あの化石です、化石。はい、グレーの化石、グレーと歌舞伎。